3階。あ、3階は美容関係なんですね。食べ物屋さんもあって、美容関係の器具もあって、あ、これ結構いいかもしれない。ああ、あの美顔器、3階だと美容器具がたくさんありますね。美容器具が、このままお店には入れないんですよ。お店に入ったら撮影を怒られるから。あー、すごい。あー、でも美顔器はいいかもしれないな。加湿器は、ちょっとどっかお店入ってみようかな。ん？あ、マッサージもやってる。あの人は中国語、僕日本語。お互い全然分かってない。あー、そっちもあるんですね。生徒さんが好きなのは多分ここですね。この会話面白い。え、今あの人何言いましたか。あの人なんて言いました。で、あー、しましょうって、 Let's try って。え、何の音？ああ、え、何の音？僕の音だ。びっくりした。何の音かと思った。あれ、この後どこ行きましょう。この前あのリーワンクワンちゃん行ったね。リーワンクワンちゃん。で、この前行ったね。うん。どうしようかな。ベイジンルーもいいし、わかります。あの、いろんないい匂いですね。何の匂いかわからないけど、多分スパとか、なんかそういうものの匂いかな。あ、本当に美容関係の用品がたくさんあるくらいだ。多分体に良い下着とか、体がスリムになる下着、ダイエットのための下着とか、あ、この回は面白いかもしれないですね。あー、いろんなお店があります。はい。